鉄塔と送電線作業中の送電飛び電線路は、電力を運ぶための電線及びその指示物、付帯設備を含む電力設備である。また、電線路を形成する電線のうち、送電網におけるものは送電線、配電網におけるものは配電線と呼んで区別されている。なお、類似の用語に電路があるが、これは通常の使用状態で電気が通じているところを言い、 目的や使用場所に依存しない電気工学一般における概念である。電気回路理論においては、電気抵抗、インダクタンス、静電容量という回路要素は、それぞれ値の定まった回路素子として扱い、そしてそれらの接続される配線の長さは考慮しない。しかし実際の送電線や配電線においては、それぞれの回路要素は有限個の素子ではなく長い。 配線に値が分布して存在するものと考える。このように、回路要素が配線の長さや形状、位置関係に依存する、電気回路を分布定数回路といい、各回路要素は配線の単位長あたりの値として扱い、これを線路定数という。電線は外資を介して、鉄塔と接続され、黄色い線に沿って電流が流れる。なお送電網において、 送電線にはそれぞれ路線名が付けられ、鉄塔には番号が付けられている。一般的には電源側が若い番号となり、深側が大きい番号となる。送電線の多くは他社の所有地の上を通る。その場合、一般に線価保証料と呼ばれる土地使用料に当たる料金が支払われることになる。その一方で高圧線価の地価は美観などの理由から、 周辺の地下より低くなることもある。1979年の米国での報告を皮切りに1980年代にスウェーデン等の研究者から高圧線が発する低周波の電磁波を浴びることによる健康被害が相次いで発表され、風も1996年に電磁界を放射する技術に関連する健康リスクの可能性を調査するため国際電磁界プロジェクトを立ち上げた。 スウェーデン等では2から3メートル樹を目安に、それを超える高圧線の鉄塔を住宅や幼稚園などの近辺に建設しないように規制している。日本では平成23年、電気設備に関する技術基準を定める省令が一部改正され、変圧器、開閉器等や電線土等を変電所等以外の場所に施設する場合には、 当該施設の周辺において測定した空間の時速密度の平均値が200ミューティー以下となるように設置しなければならないと定められた。他にも高圧線の出す電磁波により放送電波に影響が出ることがある。送電線の送電電圧が非常に高くなった時に主に鉄塔接続部分の外資付近で周囲の空気との間における絶縁状態が部分的に破れて コロナ放電が発生する場合がある。この放電時に発せられるジリジリといったコロナ騒音のほかコロナゾーンによる送電効率の低下、障害電波や高周波の発生なども問題になっている。降雨、降雪時、降雨、降雪後、または霧が発生している時など導電性が高まった時に起こりやすい。放電頻度を少なくするため、 外資に溜まったホコリ等を除去する清掃作業が管轄会社により定期的に行われている。また、外資の突起を減らしたり、多動体方式の使用や、外形の大きい更新アルミより、銭湯を使用するか束ねるなどして、電線系を太くし、電位経度を低くすることによって、放電頻度を減少させる効果がある。重電力会社の管轄と主要送電も、 日本において送電線の路線図は電力会社の内部資料としては存在するが近年はテロ対策などを理由に非公開となっており部外者が見ることはできないようになっているそれでも国土地理院の地形図には送電線が記載されているので地形図を見ることにより送電線がどこに続いているのかたどることは可能であるただしインターネットで公開している 国土地理院による電子版の地形図では送電線や鉄塔の位置に関する情報の提供を全国の電力会社がテロへの悪用懸念などを根拠に拒否したため2012年1月時点の最新版で記載を取りやめている。これに対して登山などで現在地を確認する際の目印になるといった利便性の観点からも記載を求める声が出ており日本地理学会では 同期間に対して、被災の継続を求める意見書を提出している。なお、1998年には、香川県坂出市で何者かにより、送電鉄塔が倒壊させられる器物損壊事件が実際に発生している。また、日本国外ではタイで、送電鉄塔がテロの標的にされている。地中化された送電線もある。上記の通り、 路線図は一般には公表されていないので部外者が不設ルートをたどることはほとんど不可能である。ただし一部の電力会社では電柱に工事業者のために地中線の埋設表が設置されている。ありがとうございます。